願いお願いだ、許してけろ。母ちゃんに言いつけるぞ、母ちゃんに言いつけるぞ、マジで。あ、まずいまずい、うわうわ、全部全部、え、どうなったのどうなったの、私どうなったの、え、なになに、嘘、マジで、え、は、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとどうしよう、どうしたらいいのこれ。わ、ま、ちょっと、ほん、ちょっと待って、こういう時に武器があったろ、なんか武器があったろ、違うな。あれ、グレネードみたいなの装備しなかったっけ、は、やば、おしっこをかければいいんじゃないの、おしっこかけよう、もう。おしっこだ。おしっこ。あ、おしっこしてる？いかん。おしっこいかん。おしっこもいかん。ちょっと。え、まずい。超まずい。うわー。まずい。ちょっと待てよ。どこがどこだか。BB のことも気にしないかん、BB をあやさないかん、 BB をまずあやす、あやしてる暇がない、ま、BB が死んじゃう、 BB が死んじゃう、待って、ちょっといろいろ待て、ちょっと、BB を見て、あやすあやしたいんだ、あやさしてください。うわ、マジ、何、何、ちょっとマジ、母ちゃんに言うぞ。あ、これ離れちゃったのか。これで、あの、線があるところに行くんだよね。移動、線があるところに行けば、戻れるんだよね。なんか、自分の体、うわー、初めてのこれ死。あったあった、いた。ここに戻れ。ここに戻ればいいんだよね。よし、戻れた。帰還する。ビビー、あ、お尻かわいい、お尻、チュッ、よかったねってこと、わーわーわー、すごい状態、ごめん、どこから、わー、すごい、ちょっとすごい汚いんですけど、あなたすごい汚いんですけど、深刻なダメージを受けてしまった、うわー、とにかく、どうすればいいんだ？うわぁ、やばい、まずいでしょ、これは。とりあえず BB、とりあえず BB をあやす。BB をあやす。BB はもう元気かな。BB はもう元気になったのか。でも BB の体力がやばいんだ。え、どうしたらいいんだ？これは。これはちょっとやり直しかな？ちょっと待って、でもただ、今ここがどこなのかがよくわかってない。あ、あそこにいんのか。ここにいんのか。それで、こう、ちょっと待って。あ、間違えた。違う。こう見て、今ここでしょ？あ、ここクレーターみたいになっちゃった。こっから、こっちに抜けるか。こっちに抜けて、こっちに抜けたよね。こうだよね。こう行ってこうだよね。こう。それってどこに行くんだ？あー、もう、散々だよー。こんなことがあっていいのかよ。あ、なんか落とし物ってこれ自分が落としたやつなんじゃないの？違う？そんなことない？もうせがいつも？そして、あ、あそこに自分の持ち物があれば。自分の持ち、これ絶対もう S ランクどこじゃないな、これはな。これか。これを全部背中に積むしかないのか、一旦。これも背中に積む。よし、もう行くぞ。
ここに出すのはまずい。危ない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 、お前危ない、もうちょっとまずいから、これ体力もないのか。これは何、何を建設のやつは持たなあかんよな。まずいな、全然まずいな。サムの体力もなき、あでももう見えてんじゃん、見えてんじゃん、あそこでしょ。いけるいけるいけるよ、頑張ればいける、君ならできる、君ならできる、サムならできるよ、できるよ、サムならいけるよ。よしよし、これ怒られんだろうな、これ。どうしたんですか、その状態はって言われんだろうな。何があったんですか。いやー、一回あれなんですよ、一回ちょっとし、あの世とこの世を行き来したんですよみたいな。いや怒られんだろうなこれ。クリア、武器所持を確認、施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物を、いいです、ロックしてくれていいんです。この状態すいません、もう泥だらけなんです。でもね、分かってください、この苦労を、この苦労をどうかお分かりください。本当に申し訳ないのですが、ちょっとなんて言われるんだろう。どの日、はい、なんて言う、マジで本当にごめんなさい。あのお代はいりませんから、今回はあのサービスで。ありがとう、カイラル通信で配送センターに電力供給ができる。本当？本当？できる？この状態で。ここでできた電力が UCA の役に立つんだ。本当？こんな状態でも？あ、怒られる。予想通りだな。予想通りで済ましてくれた。あー、なんて、すげー、泣きそう。あー、ごめん、ほんとごめんって思っちゃった。まあ、75% もそうしてんの？ほぼ使えないじゃん。うわー、ごめん。予想通りって言われた。もう絶対これ、もう Z とかじゃないランク。うわぁ。これはまずったですね。あ、C。いやぁ、S からの C、C か。あ、やべ、親密度が。あ、でも親密度は2上がったか。うわぁ、これちょっとショック。わ、これは絶対ダメでしょ。サービスなんかもう減っちゃうでしょ、もう。で、ゼロでしょ、もう。安全性は減った。うわー、くそー。でも、微妙に増やしてくれてる？ごめん。カイラル通信が繋がってくれたら完璧だ。さあ。あ、そうか。ここでもやんのか。顔が汚い。ちょっと、サムの顔、ちょっとシャワー貸してもらえません？繋ぎますんで。つないだ後にちょっと一発シャワーを、すいませんけどもね、ここはね、お願いしたいですよね。わー、イソギンチャーク、ちょっと汚れすぎてるよ、荷物切ったねーなーって思ってんだろうな、実は内心。お、つながった、つながったからよしとしてくれ。カイラル通信の通信量は建設物を建設すると消費する。親密度が上がればその分割り当てられる通信量も増加してもらえるだろう。はい、つながったということかい。ああ、つながってきた。3分の1ぐらい来てる。はい、ドキュメンツに以下の項目が追加されました。人間が直面しているのは配送の問題。カイラル汚染とは、シャープ1、ビーチの発見と死の概念。ほう。データが共有されました。建設装置で発電機が作成できるようになりました。すごいじゃん、発電機作れんの。建設装置を装備後、発電機を選択してください。端末に追加された調達依頼、サプリリクエストとブラジリンク、配送端末の機能が追加、受注、指名なし依頼、納品、
調達依頼の納品、配送荷物を託す車庫。車庫はノットシティ配送センターで使用できます。バイクあったもんね。はい、あなたがカイラル通信を接続したことで他のプレイヤーのデータを取得できるようになりました。はい、電力供給は問題ない、ありがとう。はい、それは第二次遠征隊は全滅らしいな。一人で遠征隊の仕事をしているんだ。あんたはすごいよ。うわぁ、こんなに荷物をさエッジノットシティに汚してんのにさ。俺たちはアメリに託されたんだ。俺は第一次遠征隊の後発部隊だった。だからアメリに会ったことはない。みんなアメリに会ったことないんだよな。アメリって本当実在すんのかな。アメリによろしく伝えてくれ。サブン、ちょっといいか。あ、デッドマン、あんたの血を調べた結果が出たんだ。それよりシャワー浴びてんだわ、こっちは。あんたの読み通りだったよ。そんな読みしたっけ。VT の座礁地帯に散布してみたら、奴らの活動が弱まったんだ。ただし、ここにはあんたのような機関車がいない。あんたが実際に試してみないとわからないが、機関車の体液は BT に何らかの影響を及ぼすのかもしれない。そこでママがこれを武器に応用すると言ってくれた。試作品がもうすぐできるはずだ。ぜひあんたにこれを試してもらいたい。もうさっき襲われる前に欲しかったな。だとするとこれは好都合だ。そのエリアのカイラル通信接続まであと一歩、残るはポートノットシティのみとなる。キャピタルノットへ戻り、ポートノットへの支援物資を調達してくれ。まあその頃にはママの試作機も完成しているだろう。それからもう一つ、その発電所に配達員が行くのは稀なことだ。もし依頼があったなら配送を請け負ってやってくれないか。うん、分かった。帰り道は手ぶらというのもそれはそれでもったいないだろう。手ぶらじゃねえんだわ、荷物いっぱいんだよ。その端末で依頼を。分かった分かった、そりゃ依頼は受けるけどさ。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。はい、アクセス、アクセスするけども、ちょっと納品、あ、落とし物を届けたい。あ、届けなくてもいいか。今66キロになったのか。落とし物、医療品。これって自分で使えないのかな、医療品。今結構体力減ってんだよね。そういうのってダメなのかな。まあいいか。あ、待って、それよりも、じゃあ先に依頼、依頼を。あ、リサイクルもできる。その前に、受注。サム、いい？何？はい、何ですか？指名の依頼が受注できるようになった。うんうん。あなたにしかできない、サム指名依頼ではないけど。持っている荷物に余裕があるときや、その配送先に行く用事があるときに、一緒に届けてあげて。うん。どれも配送先で必要とされている荷物には変わりない。うん、届ければきっと喜んでくれる。わかった。ちょっと見てみる。あ、金属。概要をよく見てくれ。はい、概要。うん。概要、素材を選ぶ、配送で保管している素材量が増加する。素材の配送を完了させると、配送先が保管している素材の量が増加し、武器装備作成にも利用できます。ただし、その施設の最大保管量を超えることはできません。これでか、L1、L1、R1 でタブを切り替えると配送荷物を確認できます。ああ、どこに届けるかがってことか。じゃあ、ここだな。ここに行くもんね。ここのに行くから、これを持ってってあげよう。これで、OK。ん？ OK。風力発電所にカイラル通信がつながったおかげで、電力供給インフラが確立できた。うん。さらにそのおかげで、建設装置に発電機を追加することができたの。うん、うん、発電機を建てればバッテリーの充電ができるようになる、うん、バッテリーを使う機械やバイク、車にも充電できるわよ。うん、ただまだバイクがねないんでね。これ
あ、違うよ。これはもう持ってるからいいんだよ。で、受注予定で、受注でいいんだよね。ここでいいのか。あ、どこに積むか問題？今、80キロか。手に持つ。置いちゃダメだろ。ちょっとバランス悪いか。手に持つにして。これでもちょっとバランス悪い？おっと悪いな。これでいいか。右手に持ってみよう。これでいい。OK。荷物の最適化っていう方に行けないんだけど、まあいいか。これでよしとしましょう。はい。はい、出動。シャワー浴びてな。受注されました。すげえいっぱい持ってるけど大丈夫かな？ん？何？背中に80キロ。これダメ？金色の配送荷物は壊れてしまうと取り返しがつきません。はあ、そうなの？金色の荷物はないからいいか。これまたあそこのエリアを通らなきゃいけないのか。通らないルートあるかな。本当に助かった。今はやめておこう。ちょっとこのここで一回 BB、 これ BB の、あ、靴がやばい、靴がやばいな。靴あれ交換した方がいいか。靴交換、靴がなんか点滅してる。今その状況、どれだ。どれだ。違うな。どれで、依頼、荷物の管理。この医療キットってさ、わ、破損めっちゃしてるわ。積みな、うん、そうしよう。積み直して。あ、これでなんかちょっと、良くなったんちゃうん。これで。よし。なんとなくこれで、歩きやすくなったんじゃないか？なんか積み直してくれたわ。これさ、ここ通りたくないからちょっとルート変えようか。ルートを変えようか。とりあえずここに行くんだよね。キャピタルノットシティ。キャピタルノットシティ。キャピタルノットシティ？キャピタルノットシティってどこだ？こっち？ここまで戻んの？マジで言ってる？したらどう行こう。でもまず、ここには行かないとだよね。受け負っちゃったもんね、あれを。だけど、ここ通りたくないんだよな。通りたくないけど、ここ行かなきゃダメか。もっと別ルートはない。こっち行って、こう、こっちからこう回れないかな。ちょっとこっち行ってみるか。今の。今、私がここで、ここじゃろ？ほいで、こう、つけて、こっちに行って、こっちから行くことってできないかな？できなそうか。ここ行くか。ここをキワキワを行って、で、このままこっち行くしかないのか。こう、こういう感じ。こういう感じか？こっちか？こっち行って、こう行って、ポストまで行って、で、ここ。ここか。
ここから降りてくる。ん？ポスト。ここから降りて、降りてきて、まあ、これを道、あ、こっちの方が行けそうだな。こっちの方がいいな。こっちにしようかな。うん。こっちにしよう。こっちのルートにしよう。うまくいかん、うまくいかん。こっちのルート、こうして、まあ、とりあえずここまで行くか。とりあえずここまで行く。もうなんかいっぱいあるぞ。いっぱい、ちょっとマーカーがいっぱいある。マーカーがいっぱいある。ちょっと待って。マーカーがいっぱいありすぎる。マーカーを一回消したい。マーカーを消したい。マーカーを消すには、マーカーを消す。あれ？マーカーを消す。違うな。ん？マーカー。違う違う違う。あ、遠い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 。マーカーがいっぱいあるんだよな。すべてのマーカーを一旦消そう。消して、新たに、ここはサム。ここサムで、こっち行けるか？こっちかな？でもなこれ何？これ何？あ、BT 出るよか。BT 出るよだから、こっちから行こう。一旦こっち行って、で、こっち行くしかないか。こう行くしかない。こう行く。あー、はしごがある。はしごがある。はしごがあるから、はしごをちょっと、はしご使わせてもらって、すごい入念なる。で、こうか。で、こっちから行こう。こう行って、ポスト、で、で、で、こっちか。こっち行くか。こっちに行こう。で、ここまで。よし、これで行こう。よし。ああ、大変ぞ。また、あいつらがいるところに行かなきゃいけないな。武器のロックを解除します。もう仕方ない。みんな、喜んでくれるよな。喜んでほしいよ。とりあえず一旦あそこの地点に行って、シャワー浴びたり、ちょっと、取得するって言ってた、なんか。あ？取得。よし。よし、取得をしつつ。危ない危ない。危なかった。危なかったな。取得しつつ行きたいけども、またこれは雨が降ってくるんでしょう。どうせここを通るときは天気マジ持って。木原さん、そらジロー頼むよ。天気晴れって言ってたよ。あ、なんか今変なの出た、向こう。あー、やばいな。え、機材が壊れた？機材が壊れたって出たんですけど。マジで？機材が壊れました。サムさん、機材が壊れたってよ。壊れちゃったの？マジで。こんなとこ行ける？ここ行ける？行ける？これ行ける？大丈夫か？大丈夫か？わからん、それはな。すごい斜めたぞ。あ、やばい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 。ちょっと一回座ろう。一回座って、回復して。あ、靴を変えたいんだよな。これか。あー、履き替える。履き替えよう。よし、靴は君の最高のパートナー。よし、靴履き替えた。靴履き替えた。踏ん張りながら行って。すごいとこ行ってんな。大丈夫かこれ。これどこ？まずい、まずい、まずい、まずい。座って回復。あ、ここは、キワキワを、いけるか？やばい、線がなくなった。
大した坂じゃない。本当？本当言ってる？大した坂だよ、結構な。結構な坂ですよ。あー、やばい。雷。雷鳴ってきた。雷が鳴ってきた。っていうか、どこ今いる？雷鳴ってきたけど？これ方向合ってっか？かかってない気がしてきたな。ちょっと待って。一回見よう。今どこにいる？あ、一応合ってはいるか。合ってはいるか。合ってはいるけども、ちょっとこっちに、ちょっと上の方に行きまして。ラインが見えないと不安になるんだよ。あ、なんか見えてる。なんかラインがある。あ、ロープあれは。あ、ロープで降りてくればよかったやつだね。まあいいか。まあいいんだ。もう急げない。急ぐとかできない。体力がなくて。ていうか体力じゃない。重すぎて。あ、向こうね。今雷鳴ったけど、まだ降ってこない。ちょっと急ぐ。ちょっと小走り。小走りサム。あ、なんか嫌な音すんな。嫌な音がする。え、これこっちで合ってる？ちょっと待って。踏ん張っといたまんま。合ってるけど。登れ。マーカー付近到着してる？ちょっと、いけない。進めない。あ、やばい。まずい。ちょっとサムがもう瀕死の状態です。違う、はしごじゃなくて、はしご？ん？私はどこに行けばいいんだね。あれ？今向いてる方向が？あ？向いてる方向ではない。こっちでいいの？こっちに行くのか？ちょっと待って、確認は大事。あ、こっちに行くのね。ということは、これを使えってこと、ということか。はしごをつかむ。おうおう、すごい、これかけてくれた人、すごいありがとう。すごいありがとうだよ。本当に。え、これ待って。え、これ。やめておこう。え、こっちで合ってる？本当に合ってる？これ。方向。合ってるわ。すごいわ。はしご使いたい。はしごありがとう。こんなとこ絶対行けないやん。じゃあどっか、もう一個ぐらいはしごかけといてあげようか。嘘でしょ？嘘だろ？お前は、なんで。ここあたりで。あー、でも、はしごが見えたぞ。やばい、まずいな。ちょっと待って、はしごをかけよう。私もな。はしごあったろ。ちょ、おしっこじゃない。おしっこじゃなくて。あれ、はしごないの？え、はしごないの？あれ？もしかして全部壊れた？はしご。来るぞって言ってる。やばい。早めに。え、もう無理？え、どうしよう。急斜面など。ここ登れないか。え、登れない。ちょっと待って。ちょっと待って。これは、別ルート。別ルートなんてあんのか。これはでも、ジグザグ走行か、やっぱり。ジグザグ走行だな。ジグザグ走行でなんとかいけるかな。あ、いけそう。ジグザグ走行でなんとか。一回ここでストップして、今どこにいる？あー、はしごを逃している。はしごのとこ行く。は
はしご、はしご、はしご、はしごを使わせてください。はしごを使わせてください。どうか、どうか、どうか、はしご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 、ああ、よかった。はしご使わせてもらえた。体力がもうやばいよ。そして、そしてだ。え？何言ってんの？おしっこしたいのか？今ダメなの？ほんでこっち行って、あー、なんか看板が、看板が出てきた、看板出てきた、こっちか。あー、やっとやっとです。やっとやっとやっと来たー。何あれ、何これ、何これ、取得、何？何？なんか音楽が流れた。え？なんで？何？何事？わかんないけど、ちょっと急ごう。雨降ってきたし。ちょっとごめんなさい。急ぎますんで。私急ぎますんで。ちょっと何ですか？何ですかこれは？医療キット。もう積みます。全部持ってきます。私はもうここまで来たら、なんかすごい切ない歌が流れ始めたよ。大丈夫これ、これも取得しよう。何これ、なんか枝豆、枝豆みたいな、枝豆、枝豆を取得した。枝豆、あ、手がある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 。枝豆取得して、なんだいこれは、ビールのつまみにするかい。ビールのつまみに枝豆かい。あ、ここは曇ってるような看板。私は、私は何にも看板を立てるなんぞのね、あれがなくなってきちゃったよ。ただただせっかく、あー、もう、こうしてこう、あれもうダメか、何も、何も君はもうできないか。もうあれは、あの荷物は重い、あの荷物は重すぎる。120キロとは重すぎる。あーと、何だ、何か、何かあるか。あー、手がある、手がある、手があるぞ、手があるぞ、ここに隠れて。よし、いっぱい素材をもらっと、あ、ここにも枝豆、枝豆、つまみ、枝豆、よし、枝豆、よし。この切ない、切ないよ歌が。あ、あ、あ、芋虫、芋虫発見。あの芋虫、あの芋虫食べたい。この芋虫を食べたら体力を回復するんじゃないかと。捕獲、捕獲した、捕獲した、捕獲したけども、捕獲したとて食べれないのか。こっちかな、看板が立ってるからこっちなんでしょ。あー、やばい、また来るな、多分来るな。走るか、走るか、走れ走れ、もうまっしぐら、まっしぐら、猫まっしぐら、はい、猫まっしぐら、あー、猫まっしぐらはやばい、猫まっしぐらちょっとやばい、止まります。はいはいはい、落とし物たちはもう無理だから、ちょっと待ってください。枝豆、枝豆だけ取っていこう。枝豆、枝豆だけ取って、そこ、靴底層、靴底層、靴底層、あ、枝豆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 は 取れなかった。枝豆取ろう、枝豆取ろう、あれ、枝豆取ったか、あ、取ってない、取ってない。枝豆、枝豆、枝豆、よし。何した今、なんかお前投げたろ今、重いぞ、ごめんよ。あれ、進めない、ん、どうしたの、進んで。あー、びっくりした、もう動けなくなったと思った。もう体力がやばい、体力がすごい限界。でも、もう、もうすぐだろ、もうすぐ、もうすぐだから頑張ろうね、頑張ろう。あ、今
まずいまずいまずい、ちょっと行き過ぎ、ちょっと行き過ぎ。あー、キノコがある、キノコがある。ここで、ここでおしっこしよう。ここでそのキノコのおしっこの、おしっこ、おしっこのところ、おしっこ、おしっこ、私もおしっこ、これでこうして、はい、おしっこしますよ。はい、ちょっと見ましょう。あー、位置変わっちゃうのか。キノコのとこにやって、キノコのとこ、キノコのとこ。これ育たないの、キノコ。BB が笑ってる、おしっこしてたら。よし、はい、おしっこで、いいね押しとこう。ここにみんなおしっこすんだぞ。キノコが、キノコがいっぱい。よし、ちょっと疲れてる。あー、ちょっと踏ん張って踏ん張って。疲れてる時はあれ飲むといいのかな。これで、あ、これこれこれを食べると、ん、どうやって食べんだ。食べる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 はどのボタンだ。食べたい。あー、ちょ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 、食べたいんだよな。ちょっと一回座ろう。一回座って、これを食べるには、んー、食べると同時に血液少しだけ回復するでしょ。食べるの丸、食べれないの。簡易休憩、休憩しよう。うんうんうん、これ一旦休憩するとあれなのかな、体力ちょっと戻ったりする。キノコのキノコの近くで休憩、キノコの近くで休憩をしています。あのゲージは別に増えないのか。増えてる、あれ。あ、ちょっと増えてる気がする。ちょっとじゃあしばし休憩しますね。ちょっとね、じゃあ休憩してる間に、でキノコが動いてんだけど、キノコがほかほかなんだけど。てかここで休憩でしょ。ちょっと待って、休憩だけど、休憩のやつってさ、あ、違う違う、間違えた間違えた、違う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 、休まない休まない、休むじゃなくて、なんか寝るみたいの前なかったっけ。あ、ダメか。まあいい、まあいい、もう行くぞ行くぞ、もう行くしかないんだ。あそこの休憩所、あそこまで行けば少しは、ゆっくり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 行きな、疲れてんだから。こっちが、こっち側を通って、あ、手がある、手があるよ、手があるよ、手があるから、手のところでこいつを取得しながら、よし、取得しながら、あそこはどうやって渡ったっけね。どっかはしごがどっかにあったような気もしないでもない。あー、そこにも手がある。ここまで来たらもう手だけ回収して、手だけいっぱい回収して、あー、そこにはしごがあるけど、橋を作りたいね。橋作れるんだっけ。そういえば、よし、橋を作れるけどもだ。ちょっと今はそれよりもあそこに行くにはどこを行けばいいかを考える。ここ行けそうかな。ここなだらかかな。あの看板があるから行けるってことだったりする。あ、行けると見た。行けるな、きっとな。ここはな、踏ん張れば行けるじゃろ。君なら行けるやろ、踏ん張れば。ねえサム、何？発電機で充電すればバイクが動かせるようになるかもしれない。試してみる。嘘、試してみたい。嘘、なになになに、ちょちょちょ、あ、ちょっと溺れました溺れました溺れましたね。ちょ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 、どうしたらいい、どうしたらいい。立ち上がる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 、流されました。荷物が流されました。何かの荷物が溺れるんですね。ちょっと BB はそういえば
荷物は買い、あ、荷物が流れてる。荷物が流れていきます。まあ、でも仕方ないか。仕方ないな。何かの荷物が流れてしまっている。とにかくでももう急ごう。もう、瀕死の状態だから。もう荷物ごめん。何かの荷物が流されちゃったよ。せっかくいろいろ持ってきたのに。流されてる？まだ。もう仕方ないな。もう諦めよう。だってこのまま流されたらサムが死んじゃうもの。荷物よりもあなたの命が大事だよ。あ、ここでも誰かおしょんしょん、おしょんしょんしましたね、ここでも。もう瀕死の状態なんだ。許しておくれ。ちょっと一回ここで休んで完全体になろう。ちょっと一回休ませてください。施設内では武器を強制ロックします。依頼された人数を確認。スーツに付着したカイラル物質を洗浄。はい、いろいろ洗浄したりしてください。もう散々だよ。もうこんなに汚れちゃったんだよ。とにかく今すぐ、とにかくシャワーを浴びたい。止めてない、止めてないもん。これで何かここには落とし物、落とし物なんか依頼されてた。ここあー完了しよう。で、これも、はいはい、どうどう、納品した。うわー汚れてる。うわーすごい汚れてる。ごめんなさい。汚な伝説のサムポーター。伝説だよ。来たよ。しかし荷物がボロボロだよ。荷物も許して。嘘でしょ。溺れてたけど大丈夫。あら耐性してるんだ。あれ2分の1だぞ。まだあるのか。S。本当？溺れたよ。ありふれた配達。いいじゃない。ありふれてたって。配達は配達なんだから。あ、そうそう。落とし物。うわー、劣化率がすごい。すさまじい。劣化率がすさまじいです。劣化率が、安全性なんかもどんどん減るんだろうな。あ、うん？ちょっと増えたぞ、安全性。スキルドハンドラーのままだけど。あ、何かが増えた。ほうほうほう。まあ、何かが増えたな。リサイクル、リサイクルもしよう、リサイクル。リサイクルし忘れた。あ、休憩しよう、休憩しよう、そうだ、休憩しよう。ここですんのかーい。休憩ここですんのかい。部屋戻れや。違う違う違う、部屋です。ここで寝てみる。じゃあもうここで一回寝るか。じゃあここで一回寝よう。部屋が下にすぐあるのにここで寝ようとするサム。その荷物その荷物がある、下ろせば横になれないやつ。こういう感じで寝るんだ。あ、こっちも、あ、こうやって見れるのね。あ、BB を抱いてる。BB を抱いてすやすや寝てるわ。すやすやな。あ、消えた。お、アップ。あー、ちょっと。このぐらい。あー、なんで？消えちゃう、消えちゃう。あ、寝てる、寝てる。BB を抱えながら。あ、なんか、音楽も流れてる。もう、はい、もう起きてください。はい、起きてください。部屋で寝てください。ここで寝ないで。立ち上がる。うん、立ち上がる。部屋で寝よう、部屋で。一回依頼を受ける前に部屋に行きたい。もうシャワーを浴びたい。荷物がすごいことになってんだよな。プライベートルームで休む。
何かさ、いろいろダメになったよね。なんか使えなくなっちゃったみたいになったよね。壊れましたみたいに言われてた気がするんだよな。さ、いつの間にかサムの顔は綺麗になってんね。いや、過酷だったでしょ。てか、BB はどうなった？あ、BB も大丈夫になったか。おはようございます。おはようございます。え、おかげで苦労が報われたっていうメールが来てるね。まあまあ、ということで、まず、じゃあ、ここに部屋に来たら、まずこれを飲まないといけないので、これは飲みます。ということで、じゃあ今回はこの辺にして、じゃあちょっとメールも読んだりしたいんだよな。あと、破損した荷物をどうするか問題もあるしね。ずっと背負ってても重いだけだから。じゃあそこら辺も次回ちょっとやっていきたいと思います。今回は一回死と隣り合わせとか一回死んでしまいました。あれは、でも死んでないのか。繋がってまたこの世に戻ってこれたのですが、次回、またちゃんと今度は荷物を汚さないように、川に流されないように、頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ノーマンなんかやって。ノーマンなんかやって。なんもせんのかい。ではまた。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、